和塚町は京都府南部に位置し、相良郡に属する町。人が輝き美緑あふれる郷和塚を町の標語に掲げている。町の特産品は、お茶、松茸、トマト。和塚町の茶畑の風景和塚町中心部、和塚町の消防寺さん和塚川か松川朝前田で、撮影平成22年国勢調査より前回、調査からの人口増減を見ると、 10.30%減の4,483人であり、増減率は、不可26市町村中23位、36行政区域中33位。わずか小学校廃校廃校廃校,廃校わずか町、国民健康保健診療所相良郡では、唯一、町内を鉄道が通過していない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、 JR 西日本関西本線加茂駅である。木津川沿いを縦断する国道163号、キアーザ立花で撮影京都府下で登録第一号で、あり、日本国内で道の駅登録の抹消第一号となった道の駅茶ところわずかがあった。現在は、町内の茶農家などが中心となって運営する、わずか茶カフェが、茶農家直売のお茶や、 地元シェフグループが作るお茶を使ったつくだや、スイーツなどを販売しながら、町内の見どころ案内などもしており、情報発信や観光の拠点としての役割を担っている。和束町の茶畑会、住山寺の構想、自震商人が、鎌倉時代に茶の栽培に適した土地として、原山は、和し峰山の山麓に茶の種をまいたのが、始まりとされる。 急峻な山間の地形と町の中心を流れるわずか川、昼夜の寒暖差により、朝霧が発生しやすく、旨味のある香り高い煎茶が生まれ、鎌倉時代より続く高級煎茶の産地である。江戸時代には金利御領地となり、御所にも収められていた。しかし、明治時代においては、宇治や宇治俵の茶よりも品質は貝と見られており、山間地域にある、 茶産地の一つに過ぎなかったとわずか町のウェブサイトには記載されている。明治後期には、負荷でトップの生産を誇る地域になったものの、依然として品質面では後人を排していた。その後、製品の改善や品評会への参加、製茶機械の導入などにより、品質の改善が図られた。町中至るところ、山の斜面に広がる茶畑。 連綿と受け継がれてきたその制御の景観は、全国的にも珍しいもので、宇治茶の後わずかの茶畑が、京都府景観資産登録地区の第1号に認定され、茶源郷としての茶畑と河原屋根の集落景観と、鎌倉時代から継承する茶文化が評価され、2013年10月4日には、わずか町として、日本で最も美しい村連合にも加盟している。 古くは手積みであったが、大正期にハサミ狩りが導入され、現在は二人狩りの機械狩りが主流である。山の斜面が急峻なため、常用型的採器の導入はあまり進んでいない。機械狩りの導入とともに、採園の面積も拡大した。わずかで生産される大部分の茶は、茶問屋を通じて、宇治茶として出回るため、わずかの名は一般には広く知られていない。しかし、 茶の生産量は、京都府内で最も多く、煎茶についてはその47%を占める。近年は加工用抹茶の需要拡大により、引き茶の生産量が増加しており、全国トップクラスの生産量を誇る。わずか町には2015年現在、姉妹都市、定型都市は存在しない。美しい村づくり、ロゴマークの活用、サポーター会員制度、イベントの開催。 広報活動を行っている地方自治体や地域の連合体に参加している。魅力魔害物、坂尻1号分、坂尻2号分の石室入口今体寺で行われる第5魔法用の写真主外局番は0774となっている。なお、NTT 西日本では市内局番78と99をわずか町の一般加入電話に割り当てている。 ありがとうございます。